沖縄県の最東端、沖縄本島の東約 340km の太平洋上にある大東諸島の北大東島沖縄県北大東村に、航空自衛隊航空警戒管制団の移動式警戒3次元レーダーを配備する計画を防衛省が検討していることが明らかとなったね。防衛省では2024年6月27日に北大東村側に正式に計画を説明した上で、7月上旬にも北大東村での住民説明会を開催する方針を固めたことをメディアが報じているらしい。今回はそんな沖縄県の北大東島に航空自衛隊のレーダー新設を防衛省が検討している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。木原稔防衛省は6月25日午前に実施された記者会見において、沖縄県北大東村に航空自衛隊の移動式警戒管制レーダーと運用部隊を配備する必要性についての質問に対して、近年、我が国周辺の海空域でロシアや中国など周辺国が軍事活動を拡大している中、太平洋側の警戒監視体制の強化は喫緊の課題であるとの認識を示し、太平洋側への移動式警戒管制レーダーの配備が重要であるとしたよ。北大東島に配備されるのは、航空自衛隊が1992年から運用している NEC 製の移動式3次元レーダー。JTPS-102 と見られているね。この JTPS-102 にはシリンドリカルアクティブフェイズドアレイアンテナが採用され、監視装置中継装置統制装置によって構成されているんだ。この全方位行革電子操作方式のレーダーによって従来の移動レーダーよりも目標の捕捉及び追尾能力、さらには帯電子対策エレクトロニックカウンターカウンターメジャーズ ECCM 性が大幅に向上しているぜ。また、航空自衛隊の防空式管制システムである、自動警戒管制組織ベースエアーディフェンスグラウンドエンバイロメント BADGE との自動連接が可能であり、悪天候の影響を受けにくい構造になっているとされており、さらには発射する電波には人体への影響がないことが確認されているな。航空自衛隊ではこの JTPS-102 を北海道千歳基地の北部航空警戒管制団第一移動警戒隊、埼玉県入間基地の中部航空警戒管制団第2移動警戒隊、福岡県春日基地の西部航空警戒管制団第3移動警戒隊に配備しているほか、沖縄県内には南西航空警戒管制団として那覇基地に第4移動警戒隊と、与那国島の与那国駐屯地に第53警戒隊与那国分遣班に配備しており、北大東島への配備が実施されれば国内で6カ所目、沖縄県では3カ所目の配備となるらしい。2024年6月時点において大東諸島内に自衛隊施設が存在していないため、沖縄防衛局が北大東島の北東部と南部にある村有地を約8ヘクタールほど取得して、隊舎や火薬庫の整備を検討しているとされ、この移動式警戒管制レーダーの配備に伴って、自衛隊員約30人が常駐する予定とされているよ。北大東島は同じく住民が住む南大東島及び、無人島の沖大東島、西南西小島、南西小島とともに、大東諸島と呼ばれる島嶼群を形成し、およそ100万年前から20万年前に珊瑚礁が数回にわたって隆起したことによって形成され、島を形成する珊瑚礁の厚みは数百メートルから数千メートルにも及び、それぞれの島には鍾乳洞による洞窟が点在しており、地質学的に見て中国大陸や日本列島とは一度も繋がったことがなく、そのため多くの固有生物が生育し生息しているが毒蛇のハブは生息しておらず、ザトウクジラの越冬地としても知られているね。北大東島と南大東島の全域は、国指定大東諸島鳥獣保護区希少鳥獣生息地に指定されていて、その面積は4251ヘクタール、そのうち特別保護地区は234ヘクタールとされ、これは両島が大島オオコウモリや大島のスリなどの固有種固有亜種の生息地となっているほか、コアホウドリやセイタカシギなどの繁殖地にもなっていることが理由なんだ。一番大きい南大東島の面積は約 30.6 キロ平方メートルで人口は約 1.300 人。
移動式レーダーが配置される北大東島は約 12.71km で人口約600人ほどであることから、30人以上の自衛隊員の常駐は北大東島にとっては過去にない大幅な人口増加と言えるな。日本本土からも沖縄本島からも大きく離れている大東諸島には2013年10月現在、南大東島、北大東島それぞれに県立病院附属診療所と村立の歯科診療所があるものの、診療所では治療が難しい重症患者が発生した場合は沖縄本島に急患輸送を行うことになっているぜ。運よく大東島に定期便を飛ばしている琉球エアーコミューターのフライトスケジュールに間に合えば、琉球エアーコミューター機に常時1席確保してある村長席を利用して搬送することができるが、それ以外の場合においては、沖縄県知事を通じて沖縄本島の陸上自衛隊第15旅団第15ヘリコプター隊那覇飛行場駐屯に、災害派遣要請を行った上で、LR に連絡偵察機もしくは、UH-60JA ヘリコプターが沖縄本島から派遣されて緊急搬送を実施することになるらしい。そのため搬送にはかなりの時間を要していたんだけど、移動警戒隊配備によってヘリコプターが常駐することになれば、それによって緊急搬送の時間を半分以下に短縮することも可能となるとされ、北大東村議会は2021年令和3年12月に自衛隊誘致を求める意見書を全会一致で可決していて、防衛省では地元の理解が得やすいと判断し、その翌年から現地調査を進めて、移動警戒隊の配備に適しているとの判断を下していたよ。近年、この大東諸島がある西太平洋においては、大型正規空母を就役させてこれまでの沿岸海軍、地域海軍から外洋海軍への変身を果たした中国海軍による進出が目覚ましく、2016年に空母遼寧が初めて南西諸島を越えて周辺海域で艦載機乗り発艦訓練などを行って以来、山東などの空母艦隊の進出が相次いでいるみたい。これは東アジア地域に展開しているアメリカ軍に対する中国側の防衛線である、沖縄本島など西南諸島や先島諸島を結ぶ第一列島線の外側において、これまではグアムや横須賀の基地を拠点として進出してくるアメリカ海軍をその内側で迎え撃つ方針であったのが、外洋海軍としての戦力が整いつつあることによって、伊豆諸島と小笠原諸島そしてマリアナ諸島を結ぶ、第二列島線の間の西太平洋で迎撃する方針に転換されたことを意味しているとの見方が出ているんだ。もし西太平洋においてアメリカ海軍と中国海軍の衝突が発生した場合、日本の自衛隊にはこの海域における早期警戒のためのレーダー施設などがなく、情報収集に困難をきたす可能性が高いとされていて、以前から大東諸島の重要性が指摘されていたな。しかし、沖縄県においては玉城デニー知事を担えて在日米軍基地の沖縄県内移設に反対し、在沖縄アメリカ海兵隊の沖縄県外移転を要求しているオール沖縄が、アメリカ軍に対してのみならず、その代わりに国土を防衛するための自衛隊基地の拡張にまで反対運動を展開しているのが現状だぜ。南西諸島ではこれまでその防衛を在日米軍に頼っていたものを、自衛隊の体制を強化することで自力での防衛目指す日本政府の方針が立てられ、中国の軍事的台頭を背景に2010年の防衛計画の大綱において同諸島への部隊配備増強計画が明記され、与那国島の陸上自衛隊駐屯地をはじめとして宮古島や石垣島に、鹿児島県の奄美大島などへミサイル部隊などの新編移駐が進められてきたよ。それに対してオール沖縄など左派の基地反対派は、島が武装すれば敵に攻撃されるとの理論を掲げて、米軍基地や自衛隊基地があるから中国が攻めてくるとして、基地の存在が中国の侵略を招くとしているね。しかしながら、中国の南シナ海における強引な海洋進出を見れば、基地の存在など関係なく、欲しい土地は力ずくで取る国家であることは明らかで、インターネット上などでは、沖縄に基地がなければ確かに沖縄県人の血が流されることはないであろうが、南西諸島は問答無用で中国に占領され編入されるだろうとして、オール沖縄などの愚かな思想を批判する声が多く上がっているぜ。北大東村の鬼塚光笠村長は、
誘致意見書を提出した当時の副村長であり、誘致を進めた前村長の路線を引き継ぐ形で就任した経緯があり、地元の理解を得ることに問題はないと見られているけど、沖縄県内の基地反対派がこの閑静な島に殺到し、騒がしく反対運動を展開して住民生活を脅かすようになるのではないかと懸念する声が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。